噂は直行さん、日本ハムに復帰するまであと5日、ポスティングシステムで DeNA からメジャー移籍を目指す今永翔太投手と日本ハムからメジャー移籍を目指す噂は直行投手は大きな動きがないまま年を越し、交渉期限が迫っている。どちらも米東部時間11日午後5時、日本時間12日午前7時が期限となる。エースの期間、もうどこにも行くな。噂は加藤伊藤山崎ってそこそこやばいな。存在忘れてたわ。海外 FA で行きな。対戦したプロのバッターですら、何がいいのかわからないけどいいピッチャー、という評価らしいぞ。そんなんお前らに良さがわかるはずがない。どっか興味あるとかいう話だったろ。MLB 側からしても見え見えの有原枠を同棲と、序列が最後尾なせいで辛い1ヶ月になってるな。山本がクリスマス前にようやく決まったと思ったら、次は今永に正月明けまで引っ張られて。今永取って噂は取らないとかこれもう差別だろ。こういうのって雪だるま式に一気に決まるんやろ。まだ大丈夫やろ。2日前になってから騒げ。今永は2019年に13勝した後は5勝5勝11勝7勝のピッチャーやしな。それやったら噂はでもええやんとは思うけど噂はもう5勝8勝12勝8勝9勝やし大きなことは言えん。藤浪以下の評価とか信じられん。アンチじゃないけど本当に忘れてた。とりあえず低年俸でも良いから欲しいメジャー球団っておらんよな。日ハム時代の年俸と同じくらいか安い契約はさすがに噂はサイドが蹴ってるやろ。情報なさすぎやな。ご視聴ありがとうございました。